北三三日月は日本の競争場で2018年のナーグランプリ年度代表場4歳以上最優秀場最優秀短距離場主な勝倉は2017年2018年東京坂月2017年2018年2019年アフターコスターショー2018年プラチナカップ2019年東京スプリント場名の由来は カン三リメイミカズキより、2013年3月に、中山競馬の新馬戦でデビュー。堅実な末足を武器に構想を続けるものの、常に相手なりに走るタイプであるのと同時に癖馬の騎乗に、定評のあった主戦の武士、沢雄二をして、危険な馬と言わしめる気象が災いし、条件戦をなかなか勝ち切ることができなかった。明けろ歳になった2016年の1月にようやく、 オープン入りを果たすと初戦をブルドックボスの2着に構想し、続く慶応ステークスでは3頭並んだ追い比べを制して、オープン初勝利を飾った。しかしこの一戦以降は、未勝利に終わり、7歳になった2017年の夏に、南関東の船橋競馬に移籍した。移籍初戦のアフターゴスター賞を、浦和競馬所属の茂田健一を背に解消し、 優先出走権を得て出走した東京坂月ではブルドックボス、西県物の府といった重傷馬をまとめて差し切り重傷初制覇を飾った。予選を買った JBC スプリントは五着に敗れたものの南関東を代表する短距離馬としての地位を確立した。2018年に入り前線が続いたが安城が 船橋競馬所属の森大トに変わった初戦のプラチナカップを好位抜け出しで圧勝すると続くアフターゴスター賞東京サカズキで2年連続制覇を達成した。中央遠征においても難関の総大賞として京都競馬場で開催された JBC スプリントでグレースフルリープの3着、カペラステークスでもトップハンデでコパのキッキングの3着に構想した。 2018年度のナーグランプリ年度代表馬、4歳以上、最優秀母馬、最優秀短距離馬に選出された。2019年初戦のネギシステークスは9着に、敗れたものの、4月の東京スプリントを制して、ダートグレード競争3勝目を挙げる。その後、柏は記念5着、先玉杯3着、プラチナカップ2着と、安定した走りを見せていた。 8月のアフターゴスター賞を3連覇したのを最後に現役を引退した。引退後は北海道2カップ町の優秀スタリオンステーションで種棒場入りする。ありがとうございます。